ケンペゴーダ国際空港のプラザ、プレミアムラウンジプラザプレミアムラウンジとは、空港のトランジットホテルや空港ラウンジの設計、構築、管理、運営を行う香港の会社である。また、同社が運営する空港ラウンジの名称である。同社は1998年に、香港国際空港とクアラルンプール国際空港で、初の空港ラウンジを開業し、 空港の有料ラウンジの概念を開拓してきた。2014年現在、同社は主に極東、カナダ、中東の23空港で90ラウンジを運営している。航空会社のマイレージステータスや航空機の搭乗クラスにかかわらず、ラウンジは全ての旅行者に開放されている。プライオリティパスの会員でも利用できるラウンジがある。 航空会社の自社ラウンジを持っていない空港の場合、利用できるラウンジとして、プラザプレミアムラウンジが指定される場合もある。日本航空の香港国際空港では、自社の JAL ラウンジが存在しないが、ラウンジとして、プラザプレミアムラウンジが指定されているため、対象の旅客は利用することができる。マレーシア、中国のビジネスマン、ソングホイシーは、 空港の有料ラウンジの概念の創設者である。彼は自身のビジネスを開始するために銀行の仕事を辞めた際、最初にビジネスクラスとエコノミークラスの旅行者の空港での体験に著しい格差があったことに気づいた。そこで空港で個人的な悪い経験に基づいたコンセプトを開発した。ビジネスマンがエコノミークラスを利用する際に、 空港での滞在時間は不快で、非効率であることに気づいた。そして、すべての旅行者に開放された空港ラウンジのオプションを与える想像を促した。1998年、香港国際空港とクアラルンプール国際空港に最初のラウンジを開業した。サービスを拡張するため、1999年にプラザヘアビューティーサロンを開業した。 数年間で空港でサロンやスパサービスを提供するコンセプトは世界中のプラザプレミアムラウンジの開業を促し他の空港に広がった。2013年に地域で最大の空港の有料ラウンジである香港国際空港の新しいフラグシップラウンジが開業してから15周年を記録した。2014年はロンドンヒースロー空港のターミナルに シドニー国際空港、マカオ国際空港、バンガロール国際空港、アブダビ国際空港でラウンジを開業する予定である。クアラルンプール国際空港のプラザプレミアム、ラウンジには、高速インターネット、シャワー、軽食が提供される。3、6、または12時間で使用できる。トロントピアソン国際空港は5プラザラウンジがある。ありがとうございます。